私港区初めてで駅からちょっとあるなと思ったんじゃなくて、ね、西五条やったなんか加藤汽船やったかな、ね、弁天町なるわ弁天町駅や、うん、弁天町駅で加藤汽船、加藤汽船のことだった、まだ、うん、まだ昔の船の乗り場のね大きなほらね、船でね、船をつないだんだ、うん、古いビルで、ね、加藤汽船さんまだ動いてた、うん、動いてたね、そうそうそう両方まだ動いてた、私が言った時、うん、川崎船さんも、うん、で、待ち合室があった、待ち合室があって そうそうそうその真ん中にお土産屋さんみたいだった、うん、そこの名残のあれが、あれちょっとね、空いてるからっていうので環状線の弁天町駅から徒歩10分ぐらいかな 10何分やね、ちょっとかかるよね、うん、結構あれ嘘ぐらい道やんかそうな、ちょっと治安が怖い店、うん、店あの道やったり10分はかかるでしょ、最低15分かかるね、ちょっとね今日歩いて行った、うんうん、で商店街って書いてるけど別に店ちょろちょろしかないようだね、あそこは広かったね、あれはね、まあ、広くてね60人ぐらいちゃう、そうそうそう、で天井が高いからね、そうそ そうよかったね、うん、でコンクリート分厚いくって向き出す昔の建物のでそこから全部ガラス張りやったよ、うん、そこ中は外から見えたよな、うん、あれ、うん、かっこよかったね、うん、店の真ん中にはで裏側味側すぐ、うん、味側でルーレットをやってルーレットがこんなルーレット台が、うん、店の真ん中で、ねうん、ダーツもいてあったねダーツな先生先生ちょっとね命中したらキューンって言うやつねそう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 電気のやつなそう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 かっこいい店やったよ。あれはちょっとアメリカのね、うん、バーを狙ってた。そう、分かる。だからフリッパーとか置いてそうな店やと。うん、あ、そうそうそう。ライブはね、うん、そうだね。大晦日もあそこで、ね、年末、あの、年越しやったもんね。うん、ちょうど川向こうはユニバーサルスタジオがちょっと離れてるけどね、年明けは花火がドーンと上がる、あ、そう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 、俺ら演奏してて、ね、年明けの時に、うん、12時になったらみんな花火見に外に出て行って俺らの前に囲んでるのなみんな外、あ、花火やってガーッ出て行って思って私らは行こう行こうってな、おもろかったな、で、そうこうしてるうちに阪神淡路大震災が起こって、そう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 、で、その裏の加工のとこに
どない仮設住宅の代わりに船に寝泊まりする、うん、神戸の震災の被災した人がね、うん、何人かね、ほいでね、お客さんが帰って ここで避難してるからジャズクラブに巡りようと言うて、その船で、あの疎開ね、してはる方が、あの退屈やしーって言って寄ってくれはる、お兄ちゃんと好きやしーって寄ってくれはった人が ね、いろんなことあったね、うんうん、あの頃、はっちゃんと僕が、あのはっちゃんがピッコロ、あ、そうピッコロベース、ツーベースヒットいう番組、ツーベースヒットね、うん、岩佐君とね、あ、岩佐君と、マキ、マキの、マキの、マキのベースとね、うん、ピッコロベースヒット、そうそう、ね、あれで何回か、あ、そうだよ、そうやかな、月かな、毎月やってたらかな、あれも良かったよな、うん、うん、あれ良かったな、あの好きな曲があって、あのあれのオスカー・ピーターソンが作った綺麗曲があってね、それいつもリクエストしてたの、あちゃん、あれやって、あれかけて、あれ、あの綺麗な曲や、あれあの、愛の参加おやだ愛の参加、自由への参加に受け自由への参加よ、間違って愛の参加よ、愛の参加だら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 燃えるてで、あちーみたいな、いや燃えたら熱いやろみたいな、大体ね、おっちょこちょなとこあるもんな、いや、絶対お、ちゃんと何でね、何でね、もういっぱいあるで、ね、うちそんなん余計あんねん、ドラミセットの話、間違った時あって、それもあるね、田中宏かなんかが電話でドラムセットあんのって電話で聞かれて、スポーツバーへ行った時ね、アメリカ村のとこでやったよ、え、はい、あの時アメリカ村に行った時スポーツバーやったよ、あ、そうや、スポーツバーでライブもやんねん、せー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 、ドラムセットなくて、せーせーせー、ドラムセットこうだで言うて、でこうだや言う話や、せー、その話で、田中宏やろ、田中宏で、どこのこうさんって言うたらグッチって言うのグッチなんてね、ドラムセットない、ドラムセット交代やなグレッチやで、グレッチグレッチっていうドラムセットはあんねんけどもうドラマーがその電話でグッチ交代って、イブサンローランでもよかったのにそうね、ちょっとなんかね、向こうでクック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 クッバールラマン、グッチなんてあるわけないやん、まあ、ジャズの人はあのグッチの、ね、グッチグッチや何回か行ったな、A さんスポーツバーな、スポーツバー、俺も行ったわ、そせん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 、でもあれは失敗しましたね、失敗とあれしばらくの間しかかかったねあの頃スポーツバーブームやったね、うんうん、早すぎたんちゃう、そんなことはない、いや、あのね、すごいコーラがやってくれてたよね、最初ね、あの、だから、私サッカーなんか、その時サッカーの面白さって初めてやって、サッカーでこんだけみんなね、そうやね、わわなるんやんとかね、うんうん、で、そのコーラがやってくれてた時は、もう、よかった、お金のとこ入って、うん、で、うん、でそのコーラがやめたら、私がやったら、全然あかんかって弁天町の名楽師も亮さん猫おったね、あそこはすごい、演奏中にも張り、うん、張り歩いとったもんね、そうそうそう、もう別に置いたとへんかったから自然と一緒に、あの、うん、ようオーバーザレインボー一緒に歌とったにゃーいラララララにゃーいとったもんな、あの頃に中山庄司さんが亡くなりはんねん、そうやな、ね、その時もう俺がんや言いながら弁天町で捉えてた中村慎太郎、宮哲之、竹下、あのカルテットすごかったね、ええ感じやったもん、あの時の中村庄司カルテットはすごかった、素晴らしかったな、ね、まあ肺がんで亡くなってしまって、